国内トップクラスの技術を誇る長野県警の山岳遭難救助隊がその知識や経験を全国の警察官に伝えました。県内は今月山岳遭難が相次ぎ5人が死亡しています。入ってきまーす。はい、お願いします。訓練の舞台はおよそ20メートルのほぼ垂直な岩場。ロープを使って降りていきます。ポイントは足を伸ばすこと。岩場から体をできるだけ離して怪我を防ぎます。実際テンションかかった状態でこのもたついてしまうともうそれで滑落になっちゃうんで、そこをスムーズにできるように。山岳遭難救助の指導者を目指す警察官24人が全国から集まりました。レクチャーしたのは17年目のベテランを含む長野県警の山岳遭難救助隊です。ロープの扱い方や斜面を安全に降りる方法を伝授しました。長野県警さんの非常にレベルの高い技術、こういったものをですね、習得させていただいて非常に身になっております。遭難の救助活動現場の経験も非常に多いということで、あと指揮を通じていろんな山域でいろんな形の救助経験がありますので、そういった経験なり技術というものをですね、研修生の方にも還元していきたいと思っています。県内では今月1日からおとといまでに34人が遭難し、死者は5人に上ります。遭難した人は60代以上が全体のおよそ6割を占め、多くが疲労や体調不良によるものです。コースタイムを大幅に過ぎて夜遅くに救助活動を受けるケースが散見されるということです。県警山岳安全対策課は自分の体力や技術に見合った山を選ぶよう呼びかけています。